女性の社会進出についてどう考えますか。男女平等と言われてなんか専業主婦希望の人が多い統計もあるみたいですが、実際のところ進出した方が日本がいい方向に進むでしょうか。その少子化の原因で あんまりこう女性の方々だったりその男女平等っていう人が認めたがらないのがあるんですけど、男女平等って言って女性が働くようになってからのが少子化は加速してるんですよ。でこれは事実としてあるんですけど、で日本って少子化自体が経済が悪くなってる原因の一つなので、その社会にとってどうなのかっていうので少子化を解決したいというのであれば女性は社会進出しない方が良かったよねって話になるとは思うんですよ。ただ要はその女性にも選択肢があって、女性が家庭に行くのか仕事をするのか決められる社会の方がいいよねっていう、個人の決定権が各々持った方がいいよねっていう考え方でいくと、その家庭に入るか仕事をするかは女性が決めることなので、今更その女性は家庭に戻れというのも言えないと思うし、で実際問題働かせると若い子って男性より女性の方が優秀なので、そんなにもう変わんないんじゃないですか。